20 steps to drink. Hello, everyone. My name is Luma. My name is Marina. 今日はこちらのジッピー&ミーのレビューをしたいと思います。はいはい、え1番、2番、3番まであって、3番になるにつれてちょっとレベルがだんだん上がってくる、レベルが少しずつ上がっていきます。ジッピー&ミーのおすすめポイントは、まずプレイアログとすごく連動してるってことが1番、同じ歌詞などが出てきているので耳に入ってきやすい、楽しく見れます。例えばこっちだと Worm Can Wiggle っていう歌が入ってるんですけれども、このジッピー&ミーだと Wiggly Me っていう歌が入っています。あとこっち側には We Like to Bounce という歌が入ってるんですけれども、このジッピー&ミーだと Bounce With Me っていう曲が入ってます。 Boys Are He Girls Are She っていう詩がこっちでは入ってるんですけれども、こっちには I am a boy I am a girlっていう感じの歌が入ってます。これ好き、ボーイズンゴー好きだ。 I'm a boy Yes I am I'm a boy I'm a boy っていう感じの歌です。 I'm a boy で、2番目が歌詞がかなり実用的というか、お腹が空いてるけどリンゴ食べる、バナナ食べる、ポップコーン食べる、ピーナッツ食べる、水飲む、レモネード飲むで、結局全部食べてもたくさん食べ物と飲み物が出てくる歌で、すごく楽しいです。ノリも良くて楽しいです。ノリがいいです。 I'm thirsty, very thirsty What is there to drinkすごいおすすめな曲があって、Try and Try。そう、Keep on Trying っていう曲なんですけれども、これは本当におすすめな曲です。で、いろいろできないことがあるかもしれないけど、とにかく挑戦してみよう。何回も何回も。できるまでね、そういう感じの歌です。 I can ride a bike No I can not yet We gotta keep on trying Keep on trying Again and again Until again。 すごいメロディーも優しいし、ただ生跳びができないとか自転車に乗れないとか、この年齢に合わせた新しいトライをしていくときには、この曲を思い出しながらやると励まされる気がして、すごくおすすめです。これも完全に私が好きな、一番好きな曲、ママやパパにはすごくおすすめな曲が2番に入ってます。この歌をね、聴くだけでもすごくこのジッピー&ミーの商品価値があるかなと思います。あとは何の歌が好き？車に乗って出かける歌です。ハロー、Hello, we're going for a ride. Gonna have some fun. We're having lots of fun. で、3番目が、子供の年齢が3歳から6歳くらいなので、イメージがつきやすい。アメリカの元気に動く子供たち、アクティブです。自転車に乗ったり縄跳びをしたり、ジャングルジムに登ってたりもしたり、一緒に体を使って動かせる部分もすごく多いと思います。多いよ。例えばどこ？こうやってロックンロール、ロック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 以上がすごくいいなと思うポイントです。あえて欠点を挙げるなら、ちょっとね値段が張りますけれども、使われてる英語も優しいですし、分かりやすいですし、音楽も楽しい。あと出てくる子たちも3歳から6歳くらいなので、間違いはないっていう感じがします。買って失敗したなってことはあんまりないと思います。みんなもズピー&ミーぜひ見てみてね。 Don't forget to subscribe。 バイバイ。